はい、こちらはですね、さくらさんのベストをご紹介したいと思います。生地はですね、ちょっとこうカットソーとは違う、ちょっとこう不白のブラウスのような素材に、もともとあるこうポコポコしたシワ感もね、施されておりますので、シワも気にせず着用できます。今ですね、こういったベストアイテム非常に多いんですが、割とこうカジュアルなものも多くてですね、で、さくらさんの場合、結構大人っぽくきれいめにも使えるベストに仕上がっております。はい、首元もね、スタンディングになっておりまして、はい、ポケットも前にね、ついてるんですけれども、この大きめポケットなんですが、カジュアルすぎずに、すっきりとしたね、ラインになっております。はい、裾はブラウジング、クシュッとね、こう、コードで、はい、そこの紐でクシュッと、デザイン変えることも可能です。はい、今ね、本当今年の夏なんか特に T シャツにワンポイントプラスする感じで、こういったベストなんかをね、重ねたりするのが、ね、すごくトレンド感があっておすすめなんですね。で、こちらですと本当さくらさんのなので、大人っぽくコーディネートできます。お色がですね、3色ありまして、今スタッフが着てるのがちょっとこうアイボリー系なお色です。ちょっとうちライトがね、オレンジのライトが強いんで、よりちょっとオフっぽく見えるんですが、もう少し気なりの入った綺麗なオフホワイトです。はい、こちらね、カーキ色です。カーキもね、もう白と合わせばすごい可愛いですよね。はい、そうなんです。で、ブラック、はい、で、実はこのベスト、ワンピースと着てもすごいおしゃれで、結構ね、ワンピースの上、ノースリーブのものなんかですとか、ワンピースってこうドペッとしちゃうんで、単品だとちょっと物足りないなっていう時に、こういったちょっとベストをね、組み合わせると一気におしゃれコーデがね、完成するので、ちょっとね、物足りない時に羽織っていただいたりっていうのもね、すごくおすすめなんですね。はい、で、襟振りがですね、脇の部分、はい、すごくね、こう幅広く取ってますので、どんなブラウスでも、どんなに肉厚でも全然いけます。なので、本当に秋口春口、本当にスウェットなんかと組み合わせもね、できますし、どんなボリュームのあるね、お袖でも上から羽織ることができます。はい、一つあるとすごくコーディネートのね、幅が広がりますので、はい、それこそね、タイトスカートとかで合わせても可愛いです。いろいろ崩してぜひ楽しんでもらえたらなと思います。